速稼塾の久保でございます。FX の方ね、いかが取り組まれているでしょうか。まあ、ずっとね、相場解説を見たりとか、自分のチャートを見たりとかっていうのもいいんですけども、やっぱり大事なのはですね、まあ、聞くっていうことですよね。で、聞く前提としては、どこが違うのかってことに気づくということにもなります。私のね、無料講座が今、6回目まで行ってますけども、その他に毎日の相場解説やってますよね。この相場解説っていうのは限定公開なんで、速稼塾の塾生さん以外には見ることができないんですよね。まあしばらくしたら私もこれをね、限定から一般公開にするんですけども、基本的には速稼塾の塾生さんしか見えないです。で、その中でやっぱり順調にね、力をつけている人、利益を上げている人、まあずっとね、浮きになっている人っていう、浮きっていうのは要するに月トータルでプラスになっている人ってのはやっぱりいるわけなんですよね。もちろんロットが小さいんで、そんなにね、月収10万とか20万というわけにいきませんけども、ロットを上げるためには、ロットを上げるため この、ね、精神力というのが必要になってきますんで、これはですね、私の指導がどこまで及ぶかなってところなんですよ。まあ、これはね、マインドセット、マスターマインドプログラムを見ていただくしかないかなと思うんですけども、さあ、それではね、同じ情報を受け取っているのに、上達する人と上達しない人、要するに儲かる人と、まあ、いまいち儲からない人の差がどこでできるのかってことを今日はお話ししましょうね。これはですね、やっぱりね、質問なんですよ。自分はこういうふうにエントリーして、こういう結果が出たんですけども、どうだったでしょうかってことを繰り返していくってことなんですよね。で、場合によっては、FX の相場解説っていうのは、やっぱり絶対そうなるってことじゃなくて、そうなる可能性が高い、蓋然性が高いってことをどれだけね、掘り込めるかってことなんですよ。要するに、一つの現象に対して、60% ぐらいの時は、こういうふうに倍に行くけども、40% ぐらいはセルに行くんですよってことを掴みまくるわけなんですよね。そうすると、6対4でこうなるってことが、大体自分のアクションで全て網羅できるようになると、60% の勝ちになるわけですよ。でもですね、理論理屈は合っていて、相場の方向感っていうのは合っていたんだけども、そうならない時ってあるわけですよ。全てが上昇相場に向かっているのに、でもファンダメンタルその他の要因で、本来だったら 60% 以上の確率で倍に向かうのに、でもたまたまセルに向かうってこともあるんですよね。その時自分の解説が、相場の予測が悪かったんだと思わないことなんですよ。ここなんですよね、大事なのは。自分の予測が外れて逆目に行ったからといって、自分の予測が役に立たないんだと思ってリセットするんじゃなくて、これは普段はこれでいいんだと、今回たまたま4割なんだって、どう見極められるかどうかってことになってきます。さあ、それでね、 FX の方、そういう意味ではいろんなケーススタディをすることが大事になってきますし、その根幹としてはね、今までお送りしてきたように、そのローソク足をきちんと見れるかどうかってことが問題になってきます。で、これからですね、フォーメーションの方とかも入ってきますので、ローソク足まだね、人に説明できるレベルで理解されてない方は、もう一回見直していただけないとちょっと難しくなってくると思います。これね、突っ飛ばしていいもんじゃなくて、これ絶対に身につけないと次に進んでも意味がないんですよ。ですので、これね、詳しくないですね、繰り返しここだけは強調して、皆さんに、ね、連絡しようかと思いまして、今日の動画にさせていただきました。それでは本日は以上です。頑張ってください。